俺にとって大事なのは理不尽な強さといったところかね。これで全身全霊を持って叩き潰してくれる。セーブしてね。ちなみに捕まえる気はないですよ。え、だってあいつ指を振る覚えないだろ。あいつ指を振る覚えないんですか。覚えるんですか。え、捕まえると思った。叩き潰すが。指を振る覚えないよな、こいつ。指を振らぬ者に用はねえ。だが全身全霊を持ってお前を叩き潰す。こいつ自己時の方向、何その技、俺知ってるよ。お前の技だったのか。まさか伝説のパッケージの伝説のポケモンの技だったのか。時の方向って俺は知らんかったよ。いけー、ぶち抜けー、時の方向来ちゃー。皆さん、ネタバレされたくない方は、ブラウザー、一旦ブラウザーバックしてください。ナイスー。ネタバレやめてください。犯人はやすー。なんかさ、聞いた話によるとさ、聖なる炎はさ、専用技じゃなくなったらしいっすね。エンティが、あの犬が救われるために、専用技じゃなくなったって話を聞いたわ。頼むぞー。指を振れ、ぶち抜け。流星君、お前お前もしかしてリアルガになりたいのか。お前もしかしてリアルガになりたいのか。もしかしてリアルガだったのか。お前イケイケ、 YP リアルガを夢に、リアルガ希望らしいっす。お前マジで悪魔なんだから。いやー、お前が喰らえ。おい、やべえってこいつ。あ、今のちなみにこれもネタバレですね。マジ、お前が裁かれるマジで。何が裁きのつぶてじゃ。はい、ネタバレしかない。やべえ、このジム戦ネタバレの嵐だったな。おおよそダイヤモンドで出る伝説のポケモンの技半分ぐらい引いたんじゃない。ネタバレだらけだな。全部ネタバレていく。この配信今からでもネタバレ注意つけた方が良くない。え、そういう配信なんだこれ。よし、行くぞ。指を振るって強いんですね。おい、指を振る信者になるか。君も指を振らないか。君も一緒に指を振らないか。ワンワンワン、臭いね。流星群行けー、ぶち抜けー、ダーン。時の方向、めっちゃ時の方向してくるやん。はい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 、ファンファンファン、聖なる炎、終わりじゃないのかい。あ、なんだって、全然効かねえけど、やけどにはした。終わりだ。じゃあ、ここから面白いゲームをしよう。焼け死ぬのが先か、捕まるのが先か。ほれ、どっちが先だい。捕まるのが先か、焼け死ぬのが先か。さあ、どっちを選ぶ。リアルガッカン、あと2回しかないよ。ほい、ほれ、ほら、捕まりたくないのかね。おお、いいんだぞ、捕まえてやっても。デスゲームじゃ。ラストだ。うちの会社で働くか、そのまま死んでいくか、どっちがいい。ほれ、あー、死を選んだ。死を選びました。バカめ、自ら死を選ぶとはな。はい、それでもこの会社は嫌なんだ。リアルが元いた世界に戻っていった。あ、実家に帰ったわ。
実家に帰らせていただきますっつって。え、奥に本郷玉ある？あ、これか。これは売ったら高いやつ。これはちなみに売ったら高いやつですか。あー、リアルガに持たせると。あー、なるほどね。実質リアルガ切ない。お前がリアルガになるんだよ。オッケー、指を振れ。ピヨン。トキちゃん、やっぱりお前がリアルガだったんだな。やっぱお前だったんだリアルガは。あ、違う、ギョエピだ。やべえ、ギョエピだった。お前も出せるよな、今なら出せると思う。お前も出せ、時の方向を。いけギョエピ、ギョエピか。いけギョエピ、時の方向だ。ユウフルちゃん、時の方向だ、時の方向だ。怪力、ああ、俺の混合玉が、お前許さねえ。攻撃と特攻が下がったんだけど。くそ、お前混合玉の効果を知ってたな、お前。くそ、よく見てやがる。攻撃と特攻が下がった。ああ、違う違う違う、ああ、おい、金剛玉はたき起こす、落とすからだよ、お前。ショックで自爆しちゃったじゃん。自分がディアルガじゃないことを知ってショックで自爆しちゃったじゃん。あれ、僕金剛玉持ったのに攻撃と特攻が上がってないっぴ。もしかして僕はディアルガじゃなかったっぴか。ああ、